2層の 3D ザポイントメモリの図 3D ザポイントは2015年7月、インテルとマイクロンによって発表された、不揮発性メモリの技術である。同技術を使用した記憶装置製品に、インテルは Optane、マイクロンは q u a n t スと別のブランド名を冠している。材料や動作原理の詳細については明かされていなかったが、外部企業による検証が行われ、 pcm であることが分かった。ビットの記録はバルク抵抗の変化と積層可能な交差交止上の記憶素子の配列の組み合わせで行われる。また、セレクタにオボニックスイッチを使っていることも大きな特徴と言える。3D ザポイントは D ラムのおよそ半分の価格になるだろうが、何度フラッシュに比較すれば4.5倍となるだろうと。 マイクロンのストレージソリューション担当バイスプレジデントは述べている。インテルの主張によれば同技術を用いた製品をナ度フラッシュと比較した場合、0点子は1、12、書き込み寿命は3倍に、書き込み速度は4倍に、読み込み速度は3倍に改善され、消費電力は30%に軽減される。サンディーザポイントの開発開始はおおよそ2012年に遡る。 インテルとマイクロンはサンディーザポイント以前に同技術とは別の相変化記録技術を利用した不揮発性メモリを開発してきた。マイクロンの CEO マークダーカンによればサンディーザポイントのアーキテクチャは以前提供していた相変化メモリとは別のものでありこれまで伝統的に用いられてきたゲルマニウムアンチモンテルルのような相変化材料に比べ高速で安定した。 カルコンゲナイド材料をセル選択素子と記憶素子の双方に使用している。2015年現在、両者とも同技術の全容を公開していないが、ナ度フラッシュとは異なり、電子の蓄積によるものではないとしている。3D ザポイントは電気抵抗を利用し、ビット単位でのアドレスが可能であるとされている。メモリベンチャーのクロスバーが開発している。 抵抗変化型メモリとの類似点が指摘されてきたが 3D ザポイントの記録メカニズムはクロスバーの技術とは異なっている 3D ザポイントの開発者は同技術がバルク材料の抵抗の変化に基づいているとしているインテルの CEO ブライアンクルザニッチは 3D ザポイントについて繰り返される質問に対し同技術のスイッチングは バルク材料の特性を利用したものだと答えている。インテルによれば、3D ザポイント i n t は、I 変化記録技術もメモリスタも使用していない。クリスメラーは、3D ザポイントと同等の性能と寿命を持つ、抵抗変化型あるいは I 変化型のメモリのサンプルを、作成したサプライヤーはないようだと、ザ・レジスターの記事で書いている。3D ザポイントの各記憶素子はトランジスタを、 使用しないため、記録密度は d r a m と比較し4倍程度になるとみられる。まず2015年に、インテルとマイクロンの合弁会社であるアイムフラッシュ、テクノロジーズが運営するユタ州リーハイのウェファー工場において、少量の1 2 8ットチップが生産された。このチップは6 4ットの層が2段に積層されたものである。 アイムフラッシュテクノロジーズの CEO ガイブラロックは2016年の初頭にチップの大量生産の開始には12から18ヶ月ほどの時間を要するとした。2015年の半ばサンディーザポイント技術を用いたストレージ製品にオプテームのブランド名を関することをインテルが発表した。容量あたりの見込み単価はナンドフラッシュよりも高く D ラムよりも 安いことが期待されていたが、実際の製品価格へと反映されるかどうかは、不明である。2016年初頭、アイムフラッシュテクノロジーズは、第1世代の SSD は95000、IOPS のスループットと9マイクロ秒の0点子を実現するだろうと発表した。2016年のインテルデベロッパーフォーラムでは 3D、ザポイントを使用した1 4 0イトの開発用の、 基板と難度フラッシュによる SSD をそれぞれ PCI Express に接続した上で比較し、ベンチマークの値が2.4から3倍改善されていることを示す実演が行われた。2018年5月30日、インテルが Optane DC 吹き発性メモリを発表した。DDR4 のメモリスロットに挿入できるようにすることでアクセス速度の向上を図っている。 ありがとうございます。